ヤコブ・マリスはオランダの画家であるハーグ派の画家の一人で風景画などを描いたデンハーグで生まれた画家になった二人の弟マティス・マリスとウィレム・マリスがいる父親は出版の仕事をしていて父親が持ち帰るオランダの画家や外国の画家の複製画が息子たちの美術への関心を高め模写して楽しんだ12歳で 装飾画家のヨハネス・ストローブルのスタジオに入り、翌年、ハーグの美術学校で学んだ。1853年に、舞台芸術家のフーベルタス・ファン・ホーフェの弟子になり、アントウェルペンに移り、1854年から1856年まで、アントウェルペンの王立美術アカデミーの夜間クラスで学んだ。1855年に、弟のマティス・マリスが奨学金を得て、 アントウェルペンの王立美術アカデミーに入学してきて、兄弟はマティスの奨学金で生活し、ヤコブはファンホーヘの仕事を辞めた。兄弟でスタジオを開きアメリカ向けに絵を売って、生活費を稼ぐことができた。1858年にハーグに戻り、ハーグでも兄弟でスタジオを開いた。オランダ王室の王女から、 オラニエナッサ受けの家系の8枚の肖像画の模写を注文を受けて、1861年にこの仕事の試し金で、兄弟は模写する作品のあるドイツのケルニア・マンハイム、ハイデルベルク、カールスルーエ、スイスのローザンヌ、フランスのディジョン、フォンテーヌ・ブロー、パリなど、各都市を旅した。ハーグに戻りしばらく、ハーグの美術学校に戻った後、1865年の春に、 パリに移った。パリには1871年まで滞在した。パリでは人気のあった画家、エルネスト・エベールの工房で数ヶ月、働いた後、有力な画将、グーピル商会と契約し感傷的な風俗画などを描いた。1891年にはマティス・マリスもパリに呼んだ。パリではアンリ・ファンタラ・トゥールやジャンバティスト・カミーユ・ユコローラと知り合い、多くの画家も描いた。 モンティシュルロワンの風景なども描いた。不仏戦争とパリコミューンの混乱の後、1871年にハーグに帰国し、ハーグの美術集団、プルクリスタジオのメンバーとなった。1870年代後半からオランダで評価され、はじめ1880年代になったて人気になった。ハーグ派のメンバーで弟子として知られている画家には、ミレム・デ・ズワルトがいる。 60代になる頃からズダに苦しむようになり、医師の勧めで、チェコの保養地、カルロビバリで療養を始めたが、そこで休止した。ありがとうございます。